麻雀ファンの皆さん、こんにちは。さあ、本日は麻雀ファイトクラブ第4回プロナンバーワン決定戦の模様をお届けしております。司会実況のエリカ・マイコです。どうぞよろしくお願いします。そして解説はこちらのお二人にお越しいただきました、森山茂和プロ、そしてガースプロです。お二人ともどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ準決勝、これから B 卓が行われます。それでは早速選手の紹介に参りましょう。さあ、まずはこちらの方です。さあ、勝ち上がってきました滝沢和典プロです。よろしくお願いします。さあ、滝沢プロ、勝ち上がってきて、これからなんとコナミ麻雀ファイトクラブの伊達プロと一緒に戦うということになりますので、はい、ちょっとコナミ対決というのもありますが、いかがでしょうか。こういうところでやったことないと思うんですね、多分。なんでそれは楽しみは楽しみですけど、はい、なるほど。練習会以外ではってことですね、はい、ちなみに女性3人に囲まれている卓ですね。それをはあれですね、コメント難しいやつ、ね、はい、特に何もありませんフラットに、はい、かしこまりました。さあ、バーサスプロ雀士も控えているということですので、年末年始もたくさん参戦するということでよろしかったでしょうか。はい、僕は3日からですね。3日から、はい、お願いします。はい、じゃあ皆さんにも意気込みをお願いします。はい、さっきはそうですね、ちょっと出し切れない感じで終わっちゃったんで、もう少しこうダイナミックに打って、決勝を目指したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、続きましてはこの方です。さあ、なんちゃは勝ち上がってまいりました。はい、さあ、伊達有沙プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、伊達さんもさっき言っていたコナミ対決になったらって言ってたのがちょっと実現、はい、まずは第一歩ですね。いや、はい、そうですね、本当に。で、先ほど見事久里さんも決勝に、はい、駒進めていたんで、こう私と滝沢さんが勝ったら面白いなと思いつつ、皆さん、お強く人気もある方々ですので、しっかり、なんて言うんだろうな、麻雀をちゃんと打ち切れたらなと思っております。はい、さあ、ちなみに麻雀ファイトクラブ SP の方で年末年始イベントで、伊達さんのプチプロなど新しく登場するということで、どうですか、自分のプチプロが、まあ、最近実装されて自分の姿がキャラクターになって出てきたっていうのは。いや、そうなんですよね、その私がその M リーグ参戦の時につけていただいて決めた赤きバルキュリアっていうキャッチフレーズに沿ったイラストにしていただいてて、すごいかっこよく可愛いものにプチプロになっているんで、皆さんぜひゲットをしてみてください。はい、それでは意気込みをお願いします。はい、このまま決勝に残ってね、昨年のリベンジというものもありますから、しっかり、勝ち切りたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それではお席にお願いします。さあ、そしてここからの登場となります、投票選抜戦2021女性部門見事ナンバーワンとなりました中田かなプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、中田さん、準決勝からの進出ということになります、はい、登場ですね。今ちょっと緊張されてますか。いや、もうそうですね、やっぱすごい方々だらけの中で、あ、打つんだ今日もって思って、うん、はい、ちょっと、まあ、ドキドキもしますけど、そうですね、やっぱ頑張らないとというか、ファンの方のおかげでこの場所に立てているので、その期待に応えられるような内容をしないといけないなっていうのもあります、うん、はい、プロになってからまだ短いですが、いろいろな映像対局とか対局を経験されたと思いますが、はい、投票選抜見事1位、どうですか、1位になった時気持ちは。いや、もう本当にありがたいですね。もう私はまだまだこう麻雀はやっぱり勉強しなきゃいけないことがもう山ほどあるので、応援の気持ちを込めて多分見てくださってる方が多分たくさんいると思うんですけど、それが多分こういう形になったんだなと思うので、その期待に応えるべく、その実力でも1位になるような、うんうん、麻雀でもこうトップを取れるような、あの打ち手にならなきゃなとは思いました。はい、じゃあぜひぜひ、そう、応援してくださってるファンの皆さんにも一言お願いします。はい、皆さん本当に、投票ありがとうございます。私なりに、一生懸命頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではお席にお着きください。さあ、最後はこの方です。
さあ、昨日からここまで準決勝まで来ました宮内梢プロです。よろしくお願いします。さあ、宮内プロ、女性3人、はい、そして滝沢さんというこの卓になりますけれども、いかがでしょうか、周り見てみて。一番気になることは、はい、中田かなちゃんの次にワイプで抜かれるのがちょっと辛いなっていうところですか。いや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 ちょっと可愛すぎてきついですね、次に移るのは。もう本当にコメントでも梢さん頑張れと、たくさんたくさん本当にずっといただいてますので、ちょっと楽しみな部分もあると思いますけれども、はい、じゃあぜひ皆さんに向けて意気込みと、そしてそうですね、ちょっと気持ちの方もお伝えください。はい、可愛さでは負けてますが、麻雀では負けないように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。そんなことありません。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。では、お席にお着きください。はい、というわけで以上4名が選手として準決勝 B 卓が戦われます。麻雀ファイトクラブ第4回プロナンバーワン決定戦準決勝 B 卓東杯の開始です。お願いします。お願いします。それでは準決勝 B 卓、座り順から紹介してまいりましょう。ちいちゃから滝沢、なんちゃ伊達、しゃーちゃ中田、そしてペイチャ、宮内の並びでスタートしております。ドラは3ピンです。テンパイレンチャン、そして赤が4枚入っている、ちょっと特殊なルールということになっております。麻雀ファイトクラブのゲームのルールで行われております。では、お二人ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、とうとう準決勝、ここで勝ち上がったら、まあ、決勝というところまで来ました。そして中田が登場しましたね。そうですね、はい、緊張してますよね。緊張してますよねいきなりこういう大会でそうですね、準決勝からこうポンと入れられるのはちょっと緊張しますよね。映像対局増えてきたとはいえ、まだまだそうですね、ちょっと勉強中と言っておりましたが緊張感あります。ただ応援してくださっている方もたくさんいるランキング、さっき思ったね、嬉しいですね。タッキーがちょっと大人になってる感じじゃないなんかどういうことですか。まあまあ、僕が始まった時は、はい、まあ、15年前の時は、まあ、結構なんか、ね、そう、みんな若かったよね、その時。ガースに大人になったっていう話ガースから大人になったっていう話が言われたくないよね。それはちょっとアンビリーバブル。そうそう、Me too。 でもガースさんの年齢をさっき瀬戸熊さんと一緒って聞いて、ね、それも見えなくてびっくりしちゃったんですけど、まあそうか、ガースさんから見るとこうみんなの成長を10年20年と見てるわけですもんね。みんなの成長っていうか、まあ成長かね成長、そろそろ成長しようかな。ガースだってガースももうね 50ぐらいなんだよね。50、はい、僕と瀬戸熊さんと、ね、山井さん成長しないね。そうそうガースさんがですか。背は成長してるけどね。背は伸びてる の, のそう、ね、体格は脳みそがちゃんと、ね、いやガースはね、いいシャンテンです、うん、いやガースは本当なんかあって、はい、ちょっとガースにね、ガースそんなんとこで怒っちゃダメでしょうっていうみたいなこと昔言うわけ昔はいはいはい、はい、アメリカ人パイですよねえ、ちょっと怒りっぽかった。いや怒りっぽかったね、すごい割と怒りっぽいから。そうなんだ、意外です。アメリカ人っぽいですよねこういうところが笑っちゃうんだけど、すぐ外人カードプレイ、外人カードそうか、なるほど、だからしょうがないんですみたいな。いやだから そのガースがね、滝沢君のことをね成長したって言うからささあ、親番の滝沢いいシャンテン、大人になった滝沢いいシャンテン。いや大人になったってガースに言われたんだからさ、びっくりするよねこういいね、手がいい、ここもいい、両面だし、ね、そうですね、うん、そう、もういきなりもうハネマンクラスがそうだよね。そう、ドラドラ赤なんですよね。ね、いいもんな、うん、あ、ただ先にテンパイはこちらです。ただ、うん、テンパイ取れなくて。あ、なるほど。要するに高打点にした方がいいですね。上がりレンチャンなんですよ。はい。だから親番、ね、レンチャンしてもあんまり意味がないんで、安い手でレンチャンしても意味がないんで、うん、今だと高打点に持ってくね風にしっかり打ちましたね。さあ親番、だから高い手で親番ぐらいにしたいもんね。ひとまずそうなんですよね、うん、上がらなきゃ意味ないって本当に難しいんですよね、まあ、ただ上がったんじゃ意味ないですよね、うん、このぐらいで今の滝沢くんぐらい手があれば高くしてってまたちょっとゆっくり、うんうん、ゆっくりというか、その上がりレンチャンはねやっぱり多少打点が欲しいんですよ。はい、伴うためにですよね、うん、そうなんです。安い手で上がってねレンチャンしてももう
まあ、それからリーチかけて降りられちゃう場面もあるじゃないですか。 それが本当に難しいですよね。バランスがね、それとチャンスが1回しかなかったりするとかね、はい、でちょっと頑張ると降りられちゃったりするし、ここを泣いちゃったね、うん、でもこれで仕掛けていきます。漫画でしょ、そうトラドラわかるんですよね、うん、差し掛けてもタンヤオドラさんスッチーソー待ち、ただこう三世さんが入って、お、一歩前進です。さあ滝沢はテンパイを外してこの形、ここただスッチーソーが向こうなんだよね。まあそうですよね、ドラさんでね、はい、漫画ですけど、そうか、ここのスーソーが出てかなければいいけどね。そうですね、中田さんが特にスーソーが1枚344の形でちょっと残ってるから、はい、ソーズの入り方によっては、ね、ケアしてって、うん、あ、残りですね、枚数がなくてもあのスーソーが出る可能性もあるからね、この中田の手の中のスーソー、うん、そうそう、これちょっと出ないね、とりあえずペーぐらいだからね。さあここはまっすぐ、うん、さあ3段目に入っているところです。ただまあそこでなかなかテンパらなかったから、まあ泣いてテンパ取りますよね。さあこれリーチですね。さあこれでタンヤオもついてのリーチ、ね、ウッパワン待ち、そうするとあの中田さんからもうスースは出ないですね。あっと、あっと、対談だね、バッチリ、ね、リボンボンこのないところを簡単に積もる、ね、これラスハイですね。あ、そうか、小さなアンコの小さを簡単に積もれる、ね、いやさあこのタイミングバッチリ、リーチ親からかかったところで積もりました。これ相当リードですね、うんうん、この漫画ですね、うん、だってあの2人残れば、あの上位2人になればいいからね、はい、うん、勝ち上がりは上位2人です、ね、いきなり1万点並びだけど、あれだよね、あんなないところ積もるっていうのは本当いいよね逆にタッキーが最後のチーソー引いて感じて、ね、もう本当に上がり目なしだと思った。あ、そうかそうか、うん、そうですよね。いやー、ザ・タンヤオドラさん2004戦積もって親番を迎えました。伊達です。ドラは言いそう、いやでもすごい、そういう、ね、あ、本当ですね。さあ手役見えますよ、すごいね、さすがだね、キラキラこう、ね、手材料が魅力的です ね、 すね、うん、お、滝沢もほとんど白統一、はい、あ、自身で白をあんこに、ここもね、悪くないですね、はい、うん、今回は M リーグのコナミマージャンファイトクラブの選手2人もこの宅で同宅中ということになります。まあ、あの手広くしてね、ちゃんと出てドラいいそうだし、いいそう引きたいね。あ、そうですね、中田の手まだ2枚残ってるね、ドラですけれどもまだある、人いるけどね、うん、ここもいいよね、手がね、はい、うん、ここなんです、いらないね、その切りだね、うん、そうしましょう、うん、さあここが初があんこドラドラ、よかった、つむぎってくれてサクッと切っていきました、うん、ふわっと残しちゃうと後で気になってきますからね、いらないとこだからね、手役の構想はいいですよね、うん、はい、高い手作りをね、あ、いいとこ、いいとこ、もう目いっぱいだこれ、ね、いやこれは最高です、いやこれすごいね、これこれで自治かけて積もったら倍満ぐらいあるからね、いや積もんなくても倍満か、出ただけで面談ピンすごい、メンタンピじゃないな、メンピな、メンピンジュンちゃんなんたらかんたらで、三色ですね、そうですね、ドラ1とか言ってさ、すごい、いらないいらない、メンタンピじゃなかったね、いやでもすごい、どんどん手が育ってきます ね、 ね、そうだけど、いいとこいったな、さあ残りイーソーの2枚がどこに行くのか、それは引くでしょ、ここまで来ちゃったら、いやいつ引くか、これでね、4も引くような人はね、ダメなのよこれそれ、さっきの前田さんと藤崎ちゃんが言ってました、うん、俺たちはこういう時4引いちゃうみたいな、あ、今日頭できた、頭できた、あと安全度だけ考えてね、だから、まあ、E ピンの方を先切った方が良かったろうね、きっとバニーピンズの方が高いでしょ、うん、そうですね、6球層の方がちょっと薄いから、そうです、まあ多分あんまり問題ないんだけどね、うん、どっちを場面だけで言えばね、ここもね、ここもいいよ、うわ進んでくる、手が伸びるよね、いいとこ引く、しかも赤を持ってきて、うわー、引いちゃった、余分だったね、さあここで選択ですけ ど、 けど、ね、1か9ですから、はい、さあジャントをどっちでも一緒です、さあ慎重に選んでいきますか、まあ、裏側が乗りやすい方は9ピンですね、はい、お、そう外しちゃった、3万、 E1 がバニー2枚切れだけど、あれだよ、まあ、3色がなくなってしまうんですけど、なくなって、まあ、順調は残るけどね、そうですね、ただ9ピンバニー1枚切れてるからちょっと苦しくなるよね、
万が一順次あの1、2、3逃しちゃうともったいないから。そうですね、ちょっとどうだったかね、ちょっとこの両面立つ外し、うん、ひとまずはローマン、ただまだ順ちゃんのテンパイはあります。そしてここがどんどん来て、うわーリーチです。ドラドラ赤になりました。さあ、うっぱすお待ち。これを泣きましたね、泣いてテンパイです。言いそう上がれる方ね。あ、はい、うん、さあ肩上がりのテンパイ。さあ順ちゃんのドラの言いそうで上がれるか。これ勝ったら強いな、言いそう勝っちゃうと。ただいるんですもんね、まだ2枚います。まあ、ここがね、どういう通貨ですよね。もう今じゃあんま抜いちゃったけどね、うん、もうここ仕事ないね。さあそして宮内はうっぱそう。もうこれ積もれば、もう積もれば羽根マンですか。羽根マンぐらいありそうでね。もうあと1枚ですよ。ドラが3枚でしょこれね。リーズも初ドラドラ赤ですもんね。リーズもリュウがドラさんだから積もると羽根マンだよね。先にスーソー引くとすごい悲しいですよね。まだ1枚残ってるよね。パーソンはもうすでに山にはありません。いやこれね、あの皆さん何気に見てるでしょうけどね、はいはい、これ中田さんがね、あの9ピンポンしたんですよ。あ、そうですね、ここね、はい、それで9ピンポンして、あの本当はねパーソン掴んでたのよ。あの打点のところにパーソン行ったのよ。はい、この辺が面白いね。あ、これが麻雀の面白さですよ ね、だってパーソン掴んだら打つかもしれないでしょ。はい、そのパーソーをね、ピュッと下茶屋に流しちゃったよ。いやー、この仕掛けによって変わってますね。だからこの切り方じゃないとそうなんないわけよ。さあ、ここまた刻むところ、うん、1ピンとか9ピン切ってるとあのポンができないから、うん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 、ね、パーソー、あ、そうかそうか、途中経過でありましたもんね、うん、パーソー持ってきて、あの頑張っても最後は例えばテンパったら補充とかなっちゃうよね。はい、さあ、あの、まあ、両面落としの選択をして、まあ、こういう結果に今なっているってことですよね。うん、ここではまあただあんまり無理する手じゃないですよ。もともといけるところまでちょっと頑張って、ね、うん、だって3球しかないんだもん、高い方が出てね。さあ、ウーソーがどんどん横に流れていきます、うん、だけど宮内プロにするともうやめてっていう感じやめてよって、私のね上がりがあったかもしれないみたいな確かにこれを後で見ちゃうとちょっとドキッとします、ね、うん、ただ分かんないですよ、振るか振らないか分かんないけど、うん、ね、手は良かったからね。そうですね、うん、打点は十分の宮内から先制リーチ入っています。まだウーソーが2枚あります。パーソーがあれだよね、ちょっと薄くなってきちゃったのかな。そう、パーソーがないんです。まだに、そう、まだ2枚ありますっていうことを言うんだ。今まだあります。そうか、もう2枚しかありませんっていうじゃないまだ8、4枚ありますとかに分かるけど、ポジティブ、ポジティブ、3段目で2枚あればまだいけます、ね、ああ、もうそりゃそうだけど、 あと1枚、あ、これで降りちゃうからもうね、うん、あの途中で降りてから後で掴むっていう、うん、あ、ね、そっか、降りてる時にですね、ゼロになった。あ、で、あの、なくなったんですけど、これ泣いてないと、あの積もってるんですよ。あ、宮内がですよね、うん、あの嘘、積もった、積もった、うん、ねえ、結局取り取ってた。ああ、宮内さんね、さっき勝負手でしたけれども、中田さんにね、なんだかんだって言ってたけど負けちゃったね。麻雀では、いや、まだまだこれから。負けちゃったっていうのはそのこの曲が上がりを取られちゃったから、上がりを持ってかれちゃってね、え、ひどいことになっちゃったよこれ、ね、え、このまま流局になりそうです。残り玉点だったらね、多分ね、拾えてましたか、あのあれなのよ、多分あのあれ泣かなかったと思うんだ。あの9ピンですか、うん、中田の、うん、だって大した手じゃないからね、泣いたんじゃね、はい、思い切ってリーチ行ったんだけどね。そうですね、うん、まあ確かに上がると本当に大きく差がついて一人頭ポンと抜けると、まあそうなんだけど、あの、まあ、今の手は例えばダマ点でも満貫だったわけですよね。そうですね、1位にならなきゃいけないわけじゃないから、うん、ただ思い切りは良かったですね。はい、だけど中田さんの動きで、うんうんうん、持ってかれるわ、打ってもらえないわ。さあ、そんな中田の親番となりました。一本馬強卓は一本です。ドラは9ピン。さあ、ここに来て登場した中田です。投票選抜戦、この選挙では初登場で、そして1位です。まあ、初登場に決まってるじゃないですか。あ、そうですね、参戦したのが今年から今年からですからね。でももう最初から1位になると思ってたけどね。応援してくださってる方がそれだけね、いや、もちろんそうだからね、もう1位だなっていう
まあ、何年か前にね、あの沖プロがね、あの出た時も1位になったんですけど、パチンコライターですからね、沖さんはね、それでもう1位になっちゃうから、もともとの、ね、知名度というか、ね、そういうのであれだから、中田さんはもうこれ1位だろうなと思ったけどやっぱりね、強いね、すごい。ゲームセンターでたくさんこう中田さんの声が聞こえてきました。打っててもらえたらば、あ、なるほどね、はい、うんうんうん、サポーターさんが多くて、その声使ってるからね、そうですね、うん、すごいね、これ中いっぱいあるね、キラッキラしてますね。伊達さんのところにはほんとドラがいっぱい来ますけれども、来るんだ、伊達さんのところばっかりかい結構多く見ます、いっぱい来るんだね、うん、ここが赤さん、いやここもね、ちょっと縦にゴツゴツしていますが、まだまだ変化もある、どうなっていくか。中田もかなり形いいですね、親番です。ちょっとあの一つなんか来るとね、はい、パッパッと良くなりそうだけど、ただ滝沢がこのトンから踏み、ね、うん、つくんでしょうね。さあこれでピンズのカンジャン払っていきました、ね、本当だ、今コメントで形良くなったよ、あ、本当ですね、うん、中田さんは服が赤で、こう爪も緑で、ちょっとクリスマスカラーのような、でも年末はちょっと過ぎてますけどね、季節は感じですよってコメントでいただきました。さあ急ぎり、さあ中田プロの1位の方は S5G さんと、投票たくさん2万票超えですね、ありがとうございます。まあ、滝沢君、あれだね、イーソー投げてリアムパソーのね、そうですね、マチができて、あと短期頭だね、ちゃんと探しになります。さあ何を持ってくるでしょうか。お、あ、シャア短期だったね、うん、あ、さあこれで短期待ち、滝沢が転敗です。まあ中音今合わせてね、中音が出て、これで頭ができましたけどね、これでまあ数ピン切っとくと、さあどうしましょうか。簡単ですよね。ただ振り点なんですよ、ここがね。あ、なるほど。サブロック9層振り点。振り点なんですよ。ただこのターツ固定していきました。受けた。3連チャン。ここは変えずシャー短期。トン本一赤。まあまあまあ、8000点ですね。現在、滝沢が転敗です。まあ、振り点嫌ってるとウッパービンね。あ、そうですね、うん、ただまあサブロー9層を残したいのは残したかったよね。ただ一旦こういう風な形で今ね、頭がない形にして、また元でどっか持ってくればすぐにテンパになるから、はい、シャアだけ持ってきちゃダメね。そうですねそれだけはダメなんです。これはつもぎり、そんなに持ってくるでしょうか。今シャアは宮内プロが今ちょうど手が、ね、落ちてるよね。前回のチャンスだ、前回だ、あの大チャンスだったのが、ね、打点10でした。ダメだったからね。いや、手リーチいったんだけどね。そうですね、うん、あれがこう宮内さんらしさというか力強さというのもありますけれども、まあね、まあ、思い切り良かったですよね。さあシャアはまだ2枚山にあります。まあ、あとは我慢して2着に滑り込もうっていう風にするしかないね、はい、そうですね、まだそんな全然点差は開いてないので、ここはあの漫画部もらってるから、ちょっと今結構守り気味にね、はい、うん、言ってるよね。だからシャア引いても持ってきても打たないですね、簡単にはね。いや、上がり連チャンっていうところ、本当にそういう部分でも押し引きが難しいところでもあります。ここがね、ここだ、これはなかなか切らないね、はい、もう降りちゃってるからね、うん、行く手でもないし、ただ本当言うとドラいっぱいあるから行く手なんだけど、キラキラしてました。そうですね、リードがあるからね。それで滝沢君とかが明明の本質なんで、これに対してはちょっと自敗は、ね、切れないよね、うん、でしっかり守ろうっていうね、がっちり打ってれば大丈夫ですね、うん、これ例えば、まあ、こういうスチーソーなんだけど、はい、まあ、このスチーソーでリーチ打っても意味がないんですよね、あんまり ね上がれればいいけど、うん、さあここは思い切ってリーチです、うん、まあ役がないからね、リーチだったけど、はい、ただ流れちゃうとね、これ終わっちゃうんですよね。そうですね、きなり水槽が、あ、水槽が宮城のところに、最後のシャア、うわー、ここに来ました。2004戦、はい、さあここで上がったのは滝沢です。トンホン一赤、2004戦の1本場、ワイドグラブチームは1位2位だね。
あ、本当ですね、今のところ、ね、うん、2100、4100の積も上がり、ここでちょっと親株になってしまったのかな。まだ分かんないですけどね、うん、全然点差を開いていません。いや、中田さんなんか上がるときはでかいよ、あの大きな点狙ってくるからね。本当に打点をこう、打点はあると思う、はい、安いってあんまり上がりにいかないから手役派ですよね。さっきの9ピンポンとかは、まあ、リーチかかったから泣いたんだと思うしね、結構一緒にセットしたことあるんですけど、うん、やっぱ手役をすごく狙ってる意識があるなって思いました、ね、うん、多分ね。さあ、トンの4曲です。さあ、宮内の親番、ね、うん、お、ナンガアンコ、あの手なりの女王ですからね。あ、トンがアンコですよ僕はいきなりカンはできないからね。そうですね、自分があの負けてる時ならカンするんですけどね、うんうん、打点アップ少しでもしたいですね、うん、今リードしてる局面だからね、え、他の人にわざわざつけてあげてもしょうがないんで、はい、まあ、いざという時の安全牌になりますね。だからこのままずっとキープですね、はい、ただ自分がチャンスだったら思い切って勘っていうのはありますね。まあ、上がりにもう向かうって決めたならば、うんうん、それから安全牌が他にあるかどうかっていう、例えばペーなんかがあの頭になってたりすると、はい、例えば降りる時にあの結構安全牌ができるじゃないですか。そういう時にはね、あの関していくでもありますけど、うん、なるほどなるほど。ただ今ツモ悪くないですよね。そうですね、うん、どん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 入ってきている、パイが来てるからね、うん、トンの4曲です。トラバーソー、高橋さん結構これがね、イーシャンテンだね、イーシャンテン、うん、この勘がどうかっていうね、ここ、まあ、ただヤンピン切ってロスがあったら嫌だから勘してね。ここ要するに例えばヤンピン切って3ピン引いちゃうとかね、あ、そうですね、そういうのが嫌なんで、完了も引き入れて、シングルチーピンか、だけど孤立だね。あ、ここもくっついた。さあ、それぞれの手が進んでいきます、うん、うわ、これはいい、イーシャンテン、これはつもぎり。さあ、パーソーとチーピン、まあ、リャンアン決めてね、トラです。またキラキラ、本当ですね、キラキラ3枚です。まあ、リャンアンなんか決めてるっていうのは赤のある麻雀 の特徴ですよね。あ、そうか、要するに赤があるから必ず5の待ちは割と固定しやすいですね、うん、すごいカンチャンカンチャンで引きましたね。ドライ嫌ってローアン残してるのはちょっと、まあ、そこも切るね、切るつもりでいるんだろうけど、あっちの方にくっついたらいいだろうっていうことだね、うん、きっと。そしたら3層持ってきて、さあ今ジャンプがない、いいシャンテンです。頭探しですね。ただもう缶も入ってるからチャンスだよね。そうですね、うん、まあ、ここでペンチーワン、さあどうする。さあ、これでいったね、これはただ逆襲食らいますよ逆襲、うん、だって負けてる人が2人はある程度行きたいもんね。あそこ前に前に行きますもんね。ここが来た、いや、ここ七層、ここは、まあ、怖い、ここは来たよ。いや、この対決皆さんちょっと見たかったんじゃないでしょうか。いやいや、そこはさ、あの黙るぐらいにして許してあげたらすごい、こっちも全員あららら、ここ違う、いや、これ数層出ちゃうよ、これ本当だ、わ、うん、これ数層多分出ちゃう。いやー、これは怖いぞ。わかんないからね、普通は数層ぐらい出ちゃうんですけど、イーピンリャンピン切ったから、いやー、数層か、やめて、やめて、あ、やめてやめてやめて、イーピアーって出ちゃうな、一発だな、これ高い、メンピン一発イーペーコー、赤、赤、赤、あれ、なんだ、1、2、裏裏か、倍満だ、倍満になりそうですね、5、やっぱり、もう倍満だね、うわー、1万6000、うん、この表情、まあ、一番強気でいくならあれしかないね、はい、うん、そうですよね、でも進んじゃったんです。いや、あれはね、安全に行けっていうのが無理、うん、例えば E ピンとか N ピンとか通りそうだけど、下降りちゃうことになるからね、はい、うん、缶も入ってるし、ここ戦う、そうですね、やっぱり戦いますよね、うん、だからアンラッキーなことに、あとあの2目の方が入って数層切るしかなくなっちゃったんだよね。そうなんですよね、うん、いやー、どうしてもこう出る形になってしまった、まあ、みんなが前に出た結果、ぶつかり合った結果、ここでの補充は中田が補充ということになってしまいました。まあ、ある意味ではちょっと これからこの 逆境をどうするかっていう感じはそうですね、ねえ、うん、頑張ってほしいですね。さあ、何の一曲です。まだ、まあ、天杯連ちゃんと、あ、失礼しました、上がり連ちゃんといえば親番もあるし、まだこの何一曲ですからね、もう一緒なんていうかね。さあ、進んできた9がアンコ、ドラーパーワンです。チュンと1、まあ、赤ウピンが2枚ある、このルール赤ウピン2枚あるんですけど、はい、まあ、そうすると今の数ピンとかちょっと残してる方が
打点的にはね高くなるかもしれないね。なるほどなるほど。この中田さんがね、今中田が切った数ピンが、うん、まあ、赤ウーピン、まあ、今ドラもないしね、だからまあ頭固定しておいてぐらいでいいかもしれないね。くっつきの候補として残しておいてもよかったかなと、うんうん、そういうのはありますね。ただ今、まあ、単純に飛車点取ったんですけど、はい、今まっすぐ手を進めている中田です。中田さんはちょっときつい感じね。宮内さんはまだね分かんないからね、まだ279持ってるから、はい、滝沢がターゲットだね。いやそうなんですよ ね、 ね、うん、もう伊達はもう上突き抜けちゃったから、この2着抜けというと、もうこれでね、もうリーチですね、これでね。サブロー競争でね、うまくいったね、はい、うん、9ピン切ってるとテンパになってないから、まあ一回ね、手堅く上がってね、はい、うん、その後もまた頑張ればいいんですからね、うん、まずは一上がり、うん、サブロー競争待ちは抜群ですよ、まあね、うん、ここペンチーワね、またペンチーワ、さっきもベンチ1でしょうね。そうですね。ああ、三層がここにね、暗黒で入るんだね。あ、本当だ。ああいう風になる、普通あの麻雀って調子が 悪くなっちゃうと、他の人のとこにみんなパイがいっちゃう。逃げてっちゃうんですか。逃げてっちゃうんだよね。三層はもうありません。ただ六級層まだまだ、うん、まだまだあります。サブロー級層だから、うん、はい、ね。ただ裏ドラがないと安いんだよね。ちょっと打点的には。まあ仕方ないですよ。そういう意味ではないから、とりあえず一回上がって。その後頑張ろうっていうねところですから。ローソー2枚、急走まだ4枚あります。ただ辛いのはね、こういう時にね、滝沢君のとかにね7万とか積もられちゃったりするのよ、うん、がっかりね。例えばね1万のあんまりなくなってる、ね、がっかりするドラパーワンでね。あ、そうか。ただ中1もあと1あのドラ表にあるから、もうそうですね、この伊達がどんどん吸収していってます。あ、これ行った。さあ、この急走が滝沢から出ました。中1乗ったりして裏乗らないか、乗らずでした、ね、さあここはリーチのみになります、うん、1300点の上がり。まあこれ打った方もダメージないですね、うんうん、もうこのぐらいで場が進む方がありがたい。テンパイ脳天とそんな変わらない状態で進んでいくと、うん、さあどんどん進んでいきます。何の2局です。伊達の親番現在トップ目、そこまで無理しなくてもというところでもありますけれども、まあ滝沢君はあの宮内プロの方しか見てないよね、うん、あとはもう見なくていいぐらいだからね。2着争い、うん、2着だけ見て。さあ何の2局です。伊達の親番ドラは初です。まあこれも本一なんかにすぐなる手ですけどね、ドラリューファーで、まあドラのリューファーはなるべく切らないように大体打つでしょうから、うん、一番勝ってるとこですからね、はい、まあドラのリューファー切るときにはよほどいい形にならないと。いつ出るのか、まあ、出ないかな、出ないね、出ないか、うん、本一に多分向かうでしょう。カースさんすごい移動、まあ、ここで4号になったね。自転車でされてるそうですね。あ、そう、まあ、今日手術だから、まあ、自転車じゃなかった。そう、ゲームセンターまで自転車で行くのかな。ガースはね、冬でもね、自転車でね、半袖。半袖？半袖で走る。今日寒いですよ。もう関係ない。いや、でも、あの、汗かいちゃうから。すごいね、いいとこ引くね。ちょっとびっくりするぐらい、ツモが。びっくりするぐらい、ツモがいいよね。うん、ペンチーピンはちょっと辛いけど、ね、ここ白今泣きましたね。白ドラ表だからここ泣かないと思うんですね、はい、そうですね、もう2枚目じゃなくなっちゃいます、さあ中田しっかり声を出してここで仕掛けていきましたが、さあ周りの手が進んでいきます。ここもいいピン重なった。お、2風呂目です。チーピン本一に行くわ、うん、本一に行きましたね。あ、なるほど、うん、さあ掃除の本一問題は流派だな、うん、初短期マジ、短期じゃね、ちょっと辛いからね。自身で重なることもありますもんね。まだ2枚山にあります。まあその前にこっちの方がなんとかなるでしょう。伊達ですね。伊達の方がね。まあ例えばサブローワン入ってももう多分流派切っちゃっても問題ないんで。うんうん、形十分です。あの例えば想像やってる人がいるでしょ。まあ先に行きましたね。はい。うん、ただ今のはね先に行かなくていいと思うよ。調子悪くないから全然ペン切っといて、リューハは切らないんだけど、うん、Cピン入っちゃう可能性随分あるですね。そうですね、この後もちょっと持ってきちゃうと、まあこれまあ、単純に言うとここでペンチーピンですよ。ダマテンね、うん、ただまあダマテンで上がっても大したことないんだけど、あ、チーピンここ余ってるもあ、本当です ね、 ね、あ、そうかそうか、そうなるとあのチーピンを捕まえた方がリューハ切ってね早くささっと上がれたか、うん、いやそれはまあその
いつもそう打てっていうんじゃなくてね、ついてる時は自然に打てばいいから、うん、これ自然に多分ペンチピンになっちゃう、まあだったら自然に打とうかなみたいなね。これ9ピン切ってねえ、くんのくっつきテンパイで、まあ、どっちにしても上がりかも、上がりになるんだろうね、うん、きっと今度マンゼにくっついたら流派さえ勝負すれば上がりになるだろうから、そうですね、より形は良くなりそうですけれども、相撲も三郎荘とかの町もあるしね。え、ああ流派を切らないでいい形でしたね。なるほど、チートイスになりましたね。まあ守ってればいいから、まあこういうのもあるね、うんうんうん、まあ、自分自身がまあこう仕掛けている人の神茶というのもありますね。もうあれですよ、あの5万2000持ってるからもう勝ってるということだよね、うん、まあ、このまま何事もなく曲が進んでいけば自然と自分がってことですよね、うん、そういう考え方だね。ただもう勝てるときはね、勝ち切っちゃった方がね、あの後が楽ですよ、うんうん、まあ、確かに突き抜けちゃった方が、突き抜けるっていうか、この回だけじゃなくて麻雀はね、はい、麻雀はこの回だけじゃなくて次の回もあるから、この後につながっていく、うん、後につなげるにはどうするかっていうふうに、まあ麻雀そうやって考えないとね、うん、ただまあ、 あの手堅く今はね、熱唱に残ることだけ考えて手堅く打ってるからね、はい、うん、ここはこの、まあ、2人勝ち上がりならではの戦い方と、そうそうそう、そういう形ですね、はい。さあ、そして他があんまりね、はい、進みません。中田さんが要するにちょっと本一に行って、流派もあれだし難しいからね、まあ、例えばここはあのリャンウアにもなってますね。ああそうかそうか、うん、例えばここで流派切ってリャンウアとかね、はい、いろいろあるんですよね。さあ宮内もこちらの手配、うん、ここもね流派来て、流派が3人が1枚ずつ持っててね、はい、4枚目が4枚目がどうなるかっていうね。ここはもうやめてますね、はい、はい、ここは盤石とは。あれだね、嘘が切れたのになんかあの合わせたんだね、宮内プロが嘘切ったから。あ、そうですね、だから嘘泣かせてもいいっていうふうに考え方だよね、これ。しのちゃん、うん、そうですね、上茶の伊達にが嘘を切りましたね、うん、合わせて今のうちだったらあのその方がいいだろうみたいな、うん、まだ結構逃走というか、まあ、自分で上がる気がないから ね、うん、だからどうぞ泣いて泣いてみたいな、うん、打ち方だよね。ちょっと想図来ましたが、もうかなり後半になっていますね。ちょっとテンパしましたよ、多分流派短期でね。さあ、これでチートイツ、うん、宮内がテンパを入れています。チートイドラさんですから、積もれば跳ねまんですよね、これ。初まだ1枚あるんですもんね、うん、流派1枚あるね、はい、うん、あと入っちゃったらこっちも、まあ、リハ何切れるから別にとりあえずなんだけど、うん、ただこれでリャンゾー入っちゃったら、うん、あのチーソーとか入ったらあれだけど、ね、チーソーが薄いから先にリャンゾー入ったら出る可能性はあるね、はい、中田もどうしていくでしょうか。打点がない分、点数が持ち点がない分、ちょっとまっすぐ進んでいくと、ここ入っちゃうとリハ出ちゃうから、ね、これいやもうテンパ今よく切らなかったね。すごい偉い、よく切らなかったね。そうですね、テンパイですよ、テンパイを外して、そうですね、ここは取らずの選択、宮内の上がり牌である初は打たずの選択ですね。え、まあ位相切っちゃってるんだけどね、うん、うん、そうですね、自身で位相切っている中田ですが、ここは一旦報酬を回避しています。うわ、すごい上がってたじゃん。そうか、逆にかびっくりした。へえ、すごいね。いや、だから、いや、吸収、何を先に切っとけば上がりまであったかもしれないよ、これ。あ、そうか、何を先に切っとくと切らなかったんだけど、まさこの振り点積もるのもありますもんね。あるけど、イーソーがさ、イーソーがもう地層、いやこれ積もったらすごい、ね、これはすごい。すごい。さあ現在2人転敗です。そうか、剥がれてたのか。ざまもなく流局になりそうです。さあそれぞれあと1回ずつ、うん、にない、もう1回あるでしょ、もうないのか、これと。そうです ね、あと1人ずつ積もって、そうか、あ、さあこれが敗定牌です。
そして宮内2人転売で流局です。223468からあれだったから行き切っちゃったんだよね。あ、いいそうですね、中田。だからその時何切って切ればな、何切ったらもうどうなったっけ、先輩まで行けたか、無双引いて123457か、123457になって7切ってささあのロースを引いてリャンスを切ってリファだけどね。あ、それで短期になって短期積もって、うん、上がったかもしれないね。別の未来があった。いやでもリュウが持ってくるんだよね。そうですよね。そう、補充せずこのまま親場を持ってきたということになります。さあ何三曲です。1本だ。ドラのなんか1枚、1枚、ね、サビ打ちもまだまだ苦しい形で2万から入りました。あ、赤赤、うん、さあここは総勢一メンツ、ペーチャペーが統一です。まあ、身内プロはあの最後に親だからそんなに無理やり頑張らない。まだね最後でも、ただねこれね、あの天敗連チャンじゃない分がきついだよね。そうなんですよ、曲がね親の連チャンがあんまり多くならないことが多くて、うんうん、だから親どんどん連チャンしようと思ってもなかなか難しいですよね。ただ親ででかいでドカンと上がるとね、うん、なんとかなるから。そうですよね。まあ、今我慢してていいんだろうけど、もう何切ったね、うん、どれですかね。さあもうまっすぐ上がろうとね、上がって最後の親番にかけようっていうかね、はい、うん、とにかく上がらなきゃダメだと。まあ一着順でも上に立って、ね、うん、滝沢よりも一つ上に立って、点数そんなにないわけじゃないんですからね。はい、まあ、滝沢君のほとんど変わんないんだから、ね、そう、もう全然先点差ぐらいですよね。いや、うん、全然 OK だからね。まずはここで一上がりして親番を持ってきたい宮内。滝沢も形はいいし打点もあります。打点はちょっと守備も考えつつの進行。まあね、あの打点は別にもうあれだもの、はい、これだけあるからちょっと余裕を持って。あ、一歩前進です。一シャンテン、はい、一シャンテンになりました。まあ、例えばもうすごくてあのオフソンピンキー、うん、まあ、その辺でも全然あの後継にしたいということでね、はい、うん、くっつきのいいシャンテンになっている。中田さんもいいシャンテンだからね、うん、この親本当に逃せないんですよ、ね、中田。まあ何でもいいからペン三層 でもリーチ打ちたいんだけど、これがね天敗連チャンとね、はい、上がり連チャンちょっと違うんだよね。うん、うん、単位を見た方がいいかな。ペン三層、うん、そうそう、そこを切ってね、うん、はい、仕掛けも効く。下手にリーチかけると降りられちゃうからね。あ、うん、リーチかけるときは積もれるぐらいのつもりでやんないと、はい、このまま流局しちゃみんなそうですよ ね、みんな降りちゃうから。そしたら流局願われたらもうあっという間に、うん、流局で次に親番連チャンできないから、もうこれだったらリーチの方がいいよ。リーチ行った方がいい、これリーチ大丈夫、シャンポン。いやもうローアンがもうないから、ローアン切れてるから、じゃあもう思い切っていきましょう。その方がいい。ローアン2枚切れてるから、間違いよりも例えば何かの表紙にね、スワン引いてきたらチーワンが出るとかね、そういう展開勝ちがいい。うん、リーチ打っとかないと子供止まんないし。さあチーワンは残り1枚、積もる力はあるでしょう。あ、見せてくれ、どうなる。9万、うん、ウーマンも残り1枚、うん、いや4000万の可能性があるよね。それからローマン持ってる人が7万切ってくるとかね。あ、なるほど、いろいろあるのよ。さあまだ3枚あります、うん、だから可能性あるんで、ただこれダマ点してるとあの前に来られちゃうから、うーん、リーチはいい判断だと思いますよ。ちょっと抑え込みもしつつ打点も十分です。リーチ単4枠、うわぁ6球満、うん、これは現物、うん、これは辛い。リーチ者中田の現物です。伊達援護射撃なし。ほら積もった、いや、でかい。6千オールまでいっか。水も単位も赤いかなかった。裏は乗りませんが、これは大きな漫画の上がり。とりあえず4000は4100オール、ね、うん、さあ分かんないよこれでね、はい、うん、いや1つ上がるとなんか怖い人だみたいだから。いやドキッとしますね。いやでもよく上がったね、うん、いやすごい、しっかりリーチにいてここはつも、ね、うん、
じゃあここでもうちょっと盛り上げましょう、ね、いやでもこれは本当に一気に分からなくなります。いやこの後もまたねちょっと大山でも上がったらもう全然分かんないでしょ。そうですよね、うん、気になるハイパイを見ていきましょう。ドラはパーソーです。まだまだ続きます。中田の親番。日本馬どうか、うん、これもね、うん、何も統一悪くない。このぐらいだと全然 OK だね。中も1枚、うん、まずはイーピンから、まあ、手悪くないから、ね、今難波だよね、はい、まあ、何本したって別に大丈夫でしょう。とりあえず、まあ、レンちゃんも狙いながら。いや2着争いが熾烈ですね本当に。ね、もう、そうか、2万1千だからもうすぐですね。もう、あ、もうほとんど並んでるんだ。もう平らになりました。平らだね、うん、いやすごい。さあどうなっていくでしょうか。うん、3走あとはツモ次第だけどね、はい、結構引くよねこれ。どうです、なんとかもうすぐ仕掛けていきそうですか、ね、いや仕掛けても大丈夫だし、うん、仕掛けなくてもまあ、どちらでも多分大丈夫って言って言い方変だけど、うんうん、まあやってる方がうまく、大丈夫です、ね、やってる方がうまくいきそうだなっていう彼女期待すればよかったね、うん、彼女のやってることがうまくいきそうかなみたいな、うんうん、ね、引くね、引きましたね、うん、やっぱ違うんだね今の引いたら強いよ。いや強いですね、うん、役配これ、うん、ここはいらない。イーソー、イーソー切ったらちょっとまずかったね。リャンソーのロスが出たり、ね、カンリャンソーの三色を考えてるかもしれない、うんうん、あんまり、まあ、手広くいった方が良かったかな今はね。今はまあ手役よりも上がることを優先した、うん、ただ、うん、ただ役見ちゃうんだね。ゴロッチの方ちょっと見ちゃったね、うんうん、ただゴロッチにするときにカンローピンの街にはしないんですよ。サブローピンにはするけどね。だからローピンが先に入らないとゴロッチになかなかしづらいんですよ。そうですね、うん、なかなか確定にはならないですもんね。ジャンソーだけ引いちゃダメよ。ああ、うん、なるほどね、うん、まあ一旦振り点ですけれど残します。若干ね変則なんですけど、うん、今の切り方がうまくいくかもしれないね、はい、ピンズ7、8ってなった時にね、例えば9ピン引いてきたりとかね。あ、そうですね、うん、この後どう進んでいくか。まあ、それの両面やっちゃった方が楽かな。うん、そうね。ただ赤嘘がある、赤のある麻雀の時は嘘をちょっと後に残すっていうのはありますね。あ、なるほどなるほど。うん、赤がやった時にね。はい、雀刀として使えたりとかする時ですね。うん、ただあそこのところは嫌って、こう今ただ考えとかとしてドラがパーソーだから。はい。嘘5から切ってドラ引いた時にっていうのはあるよね。うーん。おお、一瞬一瞬ってんだよ。難しいね。チーソー切っちゃった方が神秘。チーソー切るとサブロー9番が残るから、それ固定しちゃうとサブロー9便だけになっちゃうんですよ。うん、ただドラのパースを引いた時にちょっとこうドラが残る、使える、うん、うん、ちょっとドラ手広いんだったらもうチーソー残しました。チーソー切っちゃった方が、例えばピンズが例えば4とか5が頭になった時にね、はい、サブロー9番の形が残る。そうですね、三面ちゃん、ね、ちょっと強い形が残るということで、うん、今単にサブローキューピンの町だけになっちゃってるね、うんうんうん、現状はね。やっぱチーソーはやっぱり6チッパーも見ながらやっぱり手役派なんだよね。そうなんですよね、うん、手役はやっぱり追求するんだよね、うん、やっぱ決まった時の爆発力ありますもんね。ただローソーがもうないですね。あ、なるほど、だから多分ピンズ引いてくるしかないですよきっとね。想像が安いんだけど、はい、まあペンチーソーがあるかどうかですけど。ああ、そしてここが、ここ、ね、うん、沢先生だ。ね、まあ、ピンフドラドラだからね。そっちピン待ちです。赤上がる。あっと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 。しかし一発だ。わ、すごい。燃費一発。赤赤？裏は。これ漫画ですね。あ、漫画。燃費一発赤赤。いや、これは。タッキーが辛いですね。タッキーちょっと辛くなった。そうですね。熾烈な2着争いの中で滝沢から宮内へ8000の報酬。まあ、手なりの女王のそば手は危ないよねやはり手なりで言っていると手なり多いからね。どうしても千元杯の付近は危険になると。多分マン、あ、ハネマンツも条件になってるよね。あ、滝沢さんですか。滝あと中田さんも多分点数が出ますよ、ね、うん、
で進んでるけど、いやだけど一応チャンスあるんでしょまだね、うん、あそうですね、うん、しかもこの赤ヨンのルールだと全然ハネマンとかもできやすいルールにはなっております。ドラは3走です。まあ、宮内プロは、はい、あのトップまではちょっと遠いからね、あの脳天で終わらせて、はい、あまあ、ルーの脳天で終わらせるのが多分一番簡単だよね。上がるとまたほら連チャンしちゃうから、連チャンしなきゃいけなくてトップまでやめられないからね。そうなんですよね、うん、上がりやめはできます。ただトップのみなので、まあ、伊達を超えないと上がりやめすることができないんですよね。ただ宮内さんの応援の声たくさんいただいております。ありがとうございます。きっと届いているはず。だからここどうしようかなみたいな、例えば安いのを連チャンしちゃうとね、また相手にチャンスをあげちゃうしね。そうなんですよね、曲数を増やしちゃうってやっぱちょっとリスキーですよね、うん、ただまあ点数的に言うとまあそこそこリードはあるんだけど、はい、ただドラがたくさんある麻雀なんで、うんうんうん、結構チャンスではいくらでも来るっていうのもあるよね。だからどうするかな。 2年前に僕はあのその2万点持って買ってるのに、そうなんですよ、最初から降りちゃって約万積もられるよ、うん、積もられたかな、うん、なんか倍万3倍万かなんか条件すごい良かったですもんね。そうそうそう、だからもう安全のはずで、ね、多分最初から直跳ねでもあの全然大丈夫だった、変わらなかったですよね。そうなんですよ、だから逆にあやっぱり行けばよかったよね僕は。もうガースがあの時怒っちゃって、もういろんな備品を壊して大変だったんだいや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 そんなことないか。そんなことないか。僕もちょっと大人っぽくできた。大人になったら、ね、でもそういうこともしなくなった。あ、昔だったら。そんなことはないね。みんな大人になっていくみたいな。さあ、現在はこの準決勝に。でもあれはかわいそうだったガースね。いや、ほんとかわいそうだったよね。あれを条件満たされるなんて思わないですもん、本当に。出ちゃうとさ、冗談じゃないよね。あれは何回リプレイも聞いてても、その多分久人もあまり、まあね、あこれはあまりないよね、ないねって、最後の3番最後の3番わーって、ほんと最後でしたもんね。そうですよね。あのね、宮内がこの間最強位戦でね、はい、はいはいはい、同じことありました ね、あの倍満積もられないと変わらないのに倍満積もられちゃったって、かわいそう。赤なしのルールでですよ、ね、そうですからね、かわいそうだったよね。まあ、みんな悔しい。だからまあ今日はもう勝たしてあげて。ねえ、もうここまで来たんだろ、タッキーもあれ打ったんだろ、もう諦めろ。そんなことはないか。さあどうなるでしょうか。脳天言えるからね。中田は、いや、もう着々と一色に移ってますけど、うん、ね、もうちょっとまだまだ足りないからね、打点必要なんです、うん、形はまだ十分ではないか、難しいか。いやだけどこれ分かんないよね、マンツモじゃダメなんでしょ、リーバーが出ないとですよね。羽も上がっても届かないね、羽ツモなんだね、うん、1,2,4,5,6,7 だいぶ、おでもちょっとまだある山はね、3万が欲しいね、うんうん、3万生きてるか、3枚使われてる、まあ、1枚でもあるから、あと1枚、そうですね、希望はあります。まあ何が出ましたけど、はい、タッキーからリボが出たら、そうですね、あー、リッチボはね、なるほどね、あーマンガン、マンツブル、はい、あ、マンツブル大丈夫なの、リッチボが1本出ればリボ出ればね、なるほど。でも出る可能性高いもんね、そうですね、打点が欲しいですからね、滝沢さんは。ただもう、あの早く終わればっていう、あれ今先輩入ってないか、イーシャンテンだね、うん、はい、まだ伊達がイーシャンテンでもあっという間に決まってしまいそうかもしれない、関係ないから滝沢先輩しないかな、イーシャンテンです現在滝沢、まあここももう知らん顔しとけばいいからね、うん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 、ここも親は絶対脳天って言ってくれるからね、はい、うん、あ、脳天って言うも言わないも終わりなんだ、これで上がりレンちゃんだからね、そうですね、うん、これしかないんだよね。あ、宮内がこの親番ということで、まあ、2人が向かってきて条件を満たさなければ、まあ、大体伏せておしまいになってしまう、まあね、伏せなくても終わりですね、はい、上がりレンちゃん、あ、そうかそうか、上がりレンちゃんなんでね、さあもう3段目に入って後半に向かっています。まあただ何でもいいから最後テンパったらリーチ打つしかないかね、はい、うん、滝沢イーシャンテン、
も条件に向かってまっすぐまっすぐ本一を本一に向かっています。ただ点数的にちょっと無理があるよね。いや順目残りわずか。これは天敗も厳しいか。あんなに綺麗に入ってたのにもう止まっちゃった。そうですね、サクサクっと序盤は入っていましたけれども十分テンパらないから、まあ何でもいいから以上ってね、一発持って裏三個とかね。うーん、裏三個そうですね、まあ、じゃないとないわけじゃないから。うー、3番が今ないんだよね。あと1枚もこれも終わりそうですね。あと1回ずつ、1回ずつのつもでおしまいになっちゃいます。これが敗定敗となりました。さあゆっくりと手が皆さん伏せられました。全員の点で流局です。さあこれにて準決勝 B 卓が終了となりました。 B 卓トップから伊達、2着宮内、3着中田、そして4着滝沢、以上の並びでこちら準決勝 B 卓が終了ということになりました。というわけでこの卓から見事勝ち上がりを決めたのは伊達ありさプロ、そして宮内梢プロ、この2名ということになりました。おめでとうございます。さあ皆さんお待ちかね、この後は決勝戦となります。お楽しみに。一旦お知らせをどうぞ。